昨日ね配信予定を入れ忘れててごめんなさい。鼻炎かな、わかんない。朝起きたらねめっちゃ鼻水出るなって思って。おはよう。なんかまだメイク途中なの実は。おはよう。みんなもうお仕事してるんだ、ごめん。ちょっとね事情があって。何これピカピカ、ありがとう。移動中。あ、え、な、大丈夫なのそれ。車、ちょっと眉毛とまつげだけ終わらせたい。鏡がね向こう側にあるんだよね。めちゃめちゃドアップ。なんかいつもなんか切れるから配信がちょっと違う部屋なんだけど、ちょい寒い。え？何？何の音？おはよう。なんかねこっちの部屋だとね結構いい感じなんだよね。え？どなたってどういうこと？意味がわからない。おはよう。30分前に起きたんだよね実は。ねえまつげが上がらない。ピカ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 、ありがとう。何このピカピカは。このさマスカラさもうなくなってきてさ全然つかないんですけど。おはよう。おはー。なんか今日さあったかいかな寒いかな、まだね天気予報も見てないの。でもなんかちょっと寒そう。愛してる。あ、間違えた。おはようだった。あ、どういう間違いなんだそれは。曇りか。くそ。おはよう。今日ちょっと寒いね。なんだ、下げぽよ。私はマスカラを2本立てで使います。頑張ってね。ありがとう、唐突な応援。マスカラつけてますから。君はさっきから何を言っているんだい。俺の嫁ありがとう。誰だか知らないけど、あなたの嫁になるつもりはないけどありがとう。てかみんな絶対気づいてないと思うんだけど、私ちょっと毛先切ったんですよね。絶対気づいてないでしょ。だってメンバーでも気づかなかったんだもんね。ねえみんな。あ、マジで鼻水出る。
づいてたし。あ、嘘つけ。気づいてないだろ。ああ、なんだこれ。え、私マッシーさんに似てますか？毛先まで映っていない。確かにそれは申し訳ない。それで勝手に気づいてないってキレてんのやば。あ、鼻水は脳みそが溶けてるんだよ。え、なんかさ、それさ、私嘘かと思ってたんだけど本当なの？ガチなのそれは。なんかダメだな。今日調子悪い、顔面の。鼻ドアップ最悪。鼻あんま好きじゃないんだよね自分の。本当は鼻ドアップしてた、恥ずかしい。伝説の鼻。なぎちゃん夢って覚えてる方？あ、木本姉妹 DD の人だ。私は覚えてない方かも。なんかめっちゃ怖い夢とかは覚えてる。今日はね夢見てないよ。あれ見たかな、なんかね忘れちゃうんだよね見ても。でも本当に私よく変な夢を見るの。なんか辻褄の合ってない夢。え、なんでさっきまであそこにいたのに今ここにいてこの人と喋ってるのみたいな夢ばっか。あ、最悪。え、また鼻ドアップしてた、恥ずかしい。そう、私でも夢見ない方だと思うんだよね。リアルに顔がタイプです。え、ありがとう。なんか私よく春菜になんか今まで見たことない部類の顔って言われて、なんじゃそれって思ったんだけど、確かに自分の顔ってわかんない、どういう顔なのか。え、ね、聞いてよ。なんかさ、向こう側に鏡があるのね。圧倒的に鏡の方が可愛いんだけど、どういうこと？全然違うんだけど人が。うお、お腹鳴っちゃった。朝ごはん食べてないんだよね。配信終わったら食べよう。何食べようかな、食パンかな、ご飯にしようかな。なぎちゃんメイク一番頑張るポイントってある？私は本当にまつげだと思う。まつげとあと涙袋をいかに自然にかけるかと、あとリップ。最近なぎちゃんの取説理解し始めた。そんな私って難しい人間かな。私がもし私のファンだったら結構こいつめんどいなって思っちゃうかも。みんな応援してくれてありがとう。え、リップ待機中ってどういうこと？え、なんか漏れてないショールームだと。絶対こっちの方が可愛いんだけど、ありえない。え、なんかさ
みんなコメント欲しよくて嫌だ呼びづらえ、絶対ね、私実物の方が可愛いっていうのは絶対そうなんよ。絶対本当に実物の方が可愛いの。なんかね、写真だとあんまりなんか輝きを放てないというか。あ、最悪、失敗しました。よし、オッケー。おはよう。漏れてなくても可愛いだって嬉しい。え、でもみんな思わない？劇場で会う私とさ、あの画面越しで会う私全然違うでしょ。だから載せる自撮りとかは結構加工しちゃうんだけど、加工しすぎもなんか良くないかなと思って最近は加工控えめにしてるんだよねえらい性格も違う。いや、それな、マジで思う。それはなんか私こうやって画面越しだとこうやって生きてるけど劇場だとなんか、あ、こんにちは、ありがとうって感じなの。部屋寒そうですね。え、そんな寒くない。でもこの下が半袖だからなんか、うお、一応着てる。みんなに心配されそうだ。あ、またピカピカだ、ありがとう。初見です、マジありがとう。嫌いにならないでねあ、劇場だとまだ素が出せない、出せない、出せないね。まだドン引きされそう。もう素が出てたらそれはそれで問題。確かに絶対今日可愛いのに、なんか本当に画面越し漏れないかも。写真写りってさ、なんかアイドルとしては結構大事だよね。めっちゃ漏れてる？いや、そんなことないんだよね。逆に漏れてない方。まず目が眠い。え、でも今別に眠くないんだけど。そんな眠そうに見えますか？だとしたら、この元々の顔が眠そうなだけです。きっと。あ、ハートありがとう。なんかみんななんか結構ギフトくれてた。全然気づかなかった、ありがとうおはよう。みんなこの時間何してんだろう。仕事行ってんのかな。そう、もともとで私なんかよくわかんない顔の構造しててさ、なんか全然睨んでないのに睨んでるとかさ言われんだよね、よく。あ、パソコンカタカタしてるらしい、頑張れ。私さ、パソコンできる人マジ憧れなんだよね。なんかさ、あの高一の時にさ、なんかあったのね、パソコンの授業みたいなのが。でもそれ
友達と席隣でめっちゃふざけてたから全然覚えてないんだよね。なぎちゃんオーディションの時からずっと大好きです。嬉しいんだけど、ありがとう。あの黒歴史ショールームから半年以上経ったんだね。自業自得で草。いやそれな、本当に真面目に授業受けてればよかったなってマジで後悔してんだよね。学生の皆さん見てたら今すぐ勉強しなさい、私みたいになるから。え、本当に思うの、本当に勉強してたらなんかもっと違ったんだろうなって。あ、こんなさ話するアイドルいますか？いませんよね普通は。本当に勉強してればよかった、本当に後悔してんだよね。だってテスト前とか勉強3日前とかにしてたから、本当に3日前でもそんなしなかったわ。え、勉強できてたらでももっとなんだろう視野が広かったなーって思う。なんかこういろんな道があるから。そう、でも私一回やりたいことがあったのね。なんか大学に行きたくて、で看護を目指してたの最初は。でもなんか心なんだっけ心理系を学びたくて、そう本とか読んでちょっと勉強してたんだけど、あのいろいろあってその大学は受験できなくなってしまって、ショックって感じ。まあいいんだけどね、絶対勉強しないし。え、ねメイク終わったんだけど全然漏れてない。TT いろいろっていうのは普通にお金の問題とかですね。あ、やべ。おはよう。え、リップフェチですか？はあ、リップ。アイドルやるのもいろいろ勉強しなきゃやで、しなきゃやで。はあ、私のオタクはオタクによく怒られる。なぎちゃんポニテ似合いそう。私ね似合わないんでね、ポニテは。絶対似合ってない。でも体育祭ポニーテールしたらめちゃめちゃ好評で、そう女の子の後輩にめっちゃ可愛いですって言われた。嬉しい。あ、そう最近ねなんか新しい趣味を増やしたいなと思って、あのね私の大好きな大好きな宮脇さくらさんがなんか編み物をめちゃめちゃやってるらしくて、あ、おはよう。そう、それでねあのね私も編み物を始めてたくて今通販で毛糸とあの編む針みたいなのを買ったの。でも私大の不器用だからさ
編み物とかさ、なんかやり方の動画見ててもわかんないしさ、昔お母さんがさよくやってたんだけどさ、なんか全然ど何がどうなってるのかわかんなくて。最初はとりあえずなんかリボンみたいな作りたい。で、将来的にはこういう帽子を作れるようになりたい。すぐ飽きそう。いやそれな、なんか私趣味コロコロ変わってるからさ、本当にずっと続けてるの絵だけなんだよね。でも最近めっちゃお洋服が好き。おはよう。不器用の神様なんだよね。見たい。そう、今度ねチャットにあげようと思って。でもオタクがバレちゃうかなと思って。なんか本当に私趣味がいろいろありすぎて本当にやばいんだけど、なんか作品名言っていいよね。いいんだよね、ショールームって。私イギアリーの漫画が大好きで、漫画じゃないゲームが大好きで、トゲトゲ頭の方じゃなくて、ダイがつく方がめっちゃ好きで、ご先祖様のやつ本当に今でもやってんだよね。そう、マジで本当に私の推しが最高すぎて、なんかもうなんかでも本当に心がキュッてなる。おはよう。みんなやってみて、最高だから。本当にやばい、なんか人生の教科書を読んだ気がする本当にそうなの。そう、大逆転するやつ、裁判で大逆転するゲーム、意義あり。ちょっと待った。でも本当に狂うほど大好きで、写真集っていうかなんか原画集みたいなのもなんか買っちゃって買っちゃいました、この前。そうなの、ホームズがいるの。ホームズ大好き。なんだかんだ言ってかっこいいから。結婚してごめんなさい、でもありがとうなぎちゃんのこと一日に一回は思い出してしまって困ってます。なんで困んだよ、いいじゃないか別に。みんなやってみてねゲームだよ、スイッチもあるし。関根山凪さん、忘れられる方法ありますか。ちょっと待って、忘れられたら困っちゃうんだけどいいやり。いやー、あれほんといいんだよね頭良くなった気がする。そう、私は 3DS でやってるんだけど、皆さんはスイッチでぜひやってみてください。本当におすすめ。私は主人公の大親友が大好きで、赤い鉢巻きの、もうかっこよくてかっこよくてしょうがないんですよね。あんな人になりたいですね。私は今からスイッチを買いに行く。マジで？マジ？でもやってほしい、本当に人生の教科書だからあ、オタクが出ちゃった。おはよう。そう、熱いキャラ大好き。
あと趣味、最近の趣味は、うん、なんだろう、あ、そう、最近ね、新潟駅に成城石とか、なんか心がでっかくなったじゃん。もうね、入り浸ってるんだよね。なんか感動して、そう、すごい、なんか新潟駅じゃないみたい。しかもあれよりもっといろいろ増えるんでしょ。あ、お仕事頑張ってね、バイバーイ。いや、すごいよね、あれ。グランドオープンしたらどうするの。え、もう毎日行きまくる。おはよう、行きまくりますね、私きっと。あ、鼻水が。耳鼻科に行かないと。そう、メンバルめっちゃ楽しみ。え、多分ね、住み込むね、私きっと。そのレベル、確かに。おはよう。え、新潟駅ね、めちゃめちゃ変わったからね、来てほしい早く。そう、私はメリーちゃんとあのジェラートを食べに行って、めっちゃ美味しかった。お、おはよう。え、でも、うーん、時間帯によるけど、私はなんかそんな混んでるなとは思わなかったかな。そう、でも最初の頃はめっちゃなんか人がずらーって並んでて、うわーって思ったけど、今は多分そんな並んでないと思う。あ、なんか昔の新潟駅を思い出せなくなっちゃった。みんな早く来て、来て、新潟新しくなって、うん、何回いたかな、 2,3 回は行った。職場ついちゃった。あら、お仕事頑張ってね。メリーちゃんとよく出かけるの。うん、結構行くかも。おはよう。え、優しい。え、いつも優しいですけど、私は。そう、コンサート楽しみにしててね、頑張るから。私も頑張れ、なぎちゃん、頑張れ、なぎちゃん。え、やめてよ、社会人になった現実受け入れたくないんで、私だって。やめてよ、言わないでよ、それ、それなぎちゃんファンの中ではタブーだから。そうだ、私のね、ファンネームをね、決めようという話をしてたんだけど、あの、結局思い、あの、あ、違う、ごめん、何言おうとしたんだっけ。結局あの、何も決められなくて、なちゃんずにします。イエーイ。関根山部屋にはしませんから、なちゃんずにするから。まあ、なんか初訪問の方、初訪問の方がいっぱい。イエーイ、なちゃんずショールームのオーディションの時と変わらないやつにしました。ファンマはまだ待っててね。関内ぎずじゃダメでしたか。なんや、それは。おはよう。やだよ、関内山はまた、何、ちょっと違うじゃん。あ、これ終わったら変えます、更新します。ニャギーズ。ちょっと変えてニャギーズもいいかも、確かに。遊びに来て、いらっしゃい。
音がなくなっちゃった。ファンマでギャル感、いやファンマはギャル感出さんよ。もうね社会人だからギャル卒業した。マインドギャルでいきます。お花木、あ君 DD の人でしょ。DD に当たり強いのかわいそう。僕もさりげなくファンになっているのかしら。え、なってなかったの？もうなってると思って見てた。はじめまして。うー、今何時ぐらいなのかな。あー、この後さちょっとさ社学に行こうと思ったんだけどちょっとめんどくさくなってきた。あ、あと4分だった。おお、あ、早ー。早すぎー。おはよう。ガチ恋はねダメな理由ね何って聞かれたんだけど、え、そう5月までだからマジでやばくて本当にやばい、ピンチ、私の30万円が無駄になる。あれ何話したっけ。あ、そうそうそう、ガチ恋ダメな理由は怖いからと、あと私がそういうキャラじゃないのと、あの 100% お答えできないからです。だからみんなに期待をさせたくないんでガチ恋ダメです。鬼で無理。関根山、おい関根山呼びするなって言っただろ、怒っちゃうからそんなの。そう、みんなとは友達でいたいんだよね。みんなのヒロインって言ってるけど、そのヒロインっていうのはヒロインっていうのは恋愛漫画とかのヒロインじゃなくて、そう違うんだよね、そういうヒロインじゃない。ねえやだ、関の山言わないでほしい。心の友になってください。いや、もちろんもちろん、よろしくお願いします。友達って言いましょう皆さん。単推しとガチ恋、え、推しイコール恋なの？なんか私その認識がちょっと違うかも、みんなと。なんか私推しイコールもうなんか恋じゃない好きなんだよね。心の友、私は NGT48 のジャイアン担当。友達から発展はない、いやないでしょ。ないわよ、友達は友達だから。あれ、せっ、あ、危ない、名前言うとこだった。俺のものは俺のものだし、みんなのものは私のもの。噛みすぎ。どすこい、あのさ、しばくよ。君さ。なんかでも友達も違うんだよね、みんなとは。絆。今さ、ここにハテナが見えた。おはよう。ああ。明日ショールームやれるかな、やりたいな。ガチ恋が泣いてる。
いやガチ恋してもいいんだけどね、別に答えられないよってだけ。君たちには期待をさせて悲しませたくないからこういうことを言っているんだよ、わかるか、私なりの優しさだから。好きになるのも、好きにはなってよ。あ、ピカピカだ。みんなは私に恋をしてるの？推してるイコール恋なの？DD は別にいいよ、私のことを優先してくれたらね。確かに。あ、ね、聞いて、あのね、ポキさんがねバレンタインデーのお返しをくれてめっちゃ美味しかった。配信ね食べようと思ったけど普通に昨日食べちゃった。めっちゃ美味しかったっていうかめっちゃ嬉しかった。そう、でも写真は撮ったからみんなにも見せたい。はじめまして、にゃんにゃんにゃんぎは NG ですか？ NG だろ、どう考えても。ダメに決まってるだろ。めちゃめちゃダメじゃないかそれ。そう、アンナのお姉ちゃん兄弟揃ってとても美人。そう、そっちの方だから。やめて、もうなんかやめてよ。一緒に、なんかなんか申し訳ない、あっちの方に。え、ちな、今何分ですか？時計がないよ。あと2分だ。あ、なんか本当に鼻水やばい。なんでよ。なぎちゃんとあんなちゃん同じキャラっぽい。え、確かに。いやいや違う違う。でもあんなとは目があったら変顔してる。なぎちゃんのこと好きなので公園東京から見に行きます。ありがとうじゃん。サホの故郷から。あ、あともうちょっとかな。男女読みしようと。お見送りでなぎちゃんの変顔絶対やだ。男女用も。はい、行きまーす。13位、0083。読み方わかんない。12、山ちゃんさん。お砂糖、お、おっと。11位、セッテンガーさん。10位、これさ、あの読み方教えてほしい。パック、プック。どっち。ありがとう。パックさんかプックさんか。じっさん。ケアさん、たかしさん。6位、ギバさん。5位、まみまみさん。4位、ビッグラブコさん。私がよく使うやつだ。3位、ともじいシャリゾーチュンさん。メープル。なおくん。1位、マスリンさん、ありがとう。お出迎えで変顔はいいよ、別にしてもありがとう。朝早いのに見てくれてありがとうございました。また見てね。また見てねってさ、なんかテレビみたい。また見てね。バイバイ。またね、みんな今日も頑張ってね。
バイバイ。あ、くしゃみでした。バイバイ。